織田信長主因城、兵庫県立歴史博物館像、織田信長主因城、今井郷総中ずつ斜面、徳川家康主因城、オランダ国立公文書館像主因城とは、日本において主因が押された公的文書のことである。主に戦国時代から江戸時代にかけて、戦国大名、藩主や将軍により発給された。特に江戸時代において将軍が、公家、武家、 自社の所領を確定させる際に発給したものは、領地主院状とも呼ばれる。武家文書である、主院状の所見は、今川氏家が発給した、永翔9年3月24日、今川氏近宗別役免除主院状とされている。この最古の主院状は、永翔9年に、氏家が最高寺の胸別銭を免除するために、発給した文書である。以後、印番状は、 北条氏、武田氏、上杉氏、長尾氏、里見氏、伊達氏など、東国の有力戦国大名の間で用いられ、さらに、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康も衆院上を用いた。印番上は、民政、軍事両面で、多くの公文書発給に迫られた大名両国政のもとで、家王初期の手間を省く手段として用いられた。主因、国印の二種の種別は、 各大名家によって異なっていたが、使用に区分を設けたかどうかは判明していない。織田信長も公文書に、国印、主印を用いたが、外交文書などの重要な文書には、天下府部の四字が入った、主印状を用いたが、国印状による例もあった。続く、豊臣秀吉は主印のみを用いた。 徳川家康はさらに大円形の主因と四角形の主因の使い分けを行った。海外貿易を許可する際には校舎を押した主因状を授けたことから、この主因状を受けて貿易を行った船を主因船と呼び、後に主因船貿易の故障が発生する。江戸時代には特に将軍家や諸大名が武士に対して治療貢献や治療安堵をした証し、 または自社に対して土地寄進をするときの文書として利用された。家康以来、十万国もしくは四位以上の大名、接管家及び聖画家、大臣家、十一位の区間に対する治療安度は顔を所知した。半仏、十万国以下の武士の治療安度や自社領の寄進、安度は、主院上、将軍の私的な書状や警備な事項では、国員上によって発給された。ただし、 初期の頃は、例外的な発給も多くあった。後に旗本には、主院状の交付はされなくなり、小規模辞者に対する寄進などには、国印状が用いられるなどの変遷もあり、一定の格式が定まるのは、徳川家綱の時代とされている。なお、藩主においても主院状と国印状の使い分けが、行われていた。ありがとうございます。